アルデナード小大陸を東西に貫くエオルゼアの背骨、アバラシア山脈、霊峰ソームアルを仰ぎ見るこの地はドラゴン族の本拠地として知られる。竜がその空を支配する領域に冒険者たちは足を踏み入れるのだった。微増ブニル、そこなる小さき者はイゼルではないか。グナースどもの先兵かと思うて危うく焼き殺すところであったぞ。ああ、微増ブニル、会いたかったわ。竜と人との融和のため力を貸してほしいのです。何やら訳ありの様子。我が輩にもよくわかるように話すがよい。ふーん、ニーズヘッグとその眷属をいさめるため我が父祖たるフレースベルグの助力を乞いたいと。ええ、その通りです。だが小さき者よ、我が輩は聞いておらぬぞ。こやつがニーズヘッグの竜の目を手にしておる道理を。これはゆえあってのこと。必要とあらばお前の目もくり抜いてやろうか。エスティニアン、これは融和のための旅路だ。今ここでこやつを食らうのは造作もないが、我が父祖の望みは静寂。我らは憎しみ合ういずれにも組みしない。融和と助力を求める意志は私たち自身の言葉で偉大なる竜に伝えましょう。どうか霊峰ソームアルに至る道を開き、私たちに希望を。小さき者よ、そなたに免じ霊峰への道を開いてやってもよい。しかし今やグナースどもが呼び下ろした神から我が愛しき竜の子らを守らねばならん。使命を捨てここを離れるわけにはいかぬのだ。まさかグナース族も蛮神を。ではあなたたちの領域を脅かすグナース族を退ければ御身の助力をいただけますか。ほうほう、小さき者どもが。同胞たる武田家しい竜たちですら幾度も翼を折られ地に落ちているというに。さすれば成し遂げてみるがよい。我が輩はそれを見届けようぞ。お前たちの意志がどれほど強いものなのかを。アルフィノの言う通り、行くしかないのね。
新たな戦いの芽を摘んでおくためにも。